球法の特徴は直接球、すなわち有根球でございますが、もぐさの燃え尽きる寸前にこの竹を持ちまして周囲を圧迫する。そうしますと、一つには止圧の効果がある、二つ目には球熱を緩和すると、あんまり熱くない、時にはいい気持ちだと、こういう感じが、いたします。深谷先生が開発されました竹筒の球と、こういうことでございます。ただいまから、深谷先生の研究されましたよく効く経血、こういうことで、12の症例につきまして、ただいまから、お話をさせていただきたいと存じます。最初は目の疾患でございます。眼精疲労、目のかすみ、白内障の初期、あるいは緑内障の初期、こういう時に、用いて、有効でございます。そのツボの名前はまず奇獣、そして、背中に参りまして風門関羽神羽という、背中の方は左右合わせて6穴、腕の方は左右合わせて2穴、特に、この肘は深谷先生が、長い間の臨床の中で、患者さんからこれは教えていただいたと、こういうふうに言っておられます。我々の仕事は時におきましては患者さんが師匠であると、こういうこともございますんでね、この肘穴はなかなか面白いツボだと思います。それでは止血いたします。ここに剣宮というツボございますが、剣宮の下3寸、約4号紙でございますね。剣宮の下4号紙、はい、これが肘穴でございます。ではこの肘穴にただいまからお灸を据えてみます。もぐさに火をつけまして燃え尽きる寸前に竹で押す、ポンと音がいたしました。でこの押す力はちょうどその方に合った力で押すと一番効果があると言われております。背部のツボは、3箇所ございまして、風門、そして関羽、神羽と、この、左右6穴でございます。ただいまからこの風門にお灸を据えてみます。それでこのお灸の総数でございますが、まあ3層5層7層というところで、その方の体質体格、あるいはお灸に対する感度、こういったことを勘案しまして総数を決めます。先ほどやりました肘穴は、これは暑さを感じるまでと多層灸ということになっております。では風門にお灸を据えてみます。